ボートレース大浦 G3 オールレディース競争優勝戦の展望番組を日刊スポーツの土井記者とお送りいたします。土井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、優勝戦豪華メンバーで揃いましたね土井さん。はい。はい。それではそのメンバーご紹介いたしましょう。一号艇谷川理恵選手、二号艇岸恵子選手、三号艇長島真希選手、四号艇山川美幸選手。 五号艇・中里優子選手、六号艇・本部めぐみ選手です。一号艇・谷川選手、五号艇・中里選手がフライングを一本ずつ。六号艇・本部選手が出遅れを一本持っています。それでは、土井さん、モーター評価をお願いします。はい、えー、一号艇・谷、えー、川選手なんですけども、はい、もう今日の、えー、順位レースでも、五、えー、日目順位レースですね。はいえー、でも、あの回ってから押していましたし、うん、もう直線も良かったです。はい、本人も変わらず、足は全部良くて。うん もう順位レースでもスタート全速で行けていたというお話をいただいておりますかなりいい状態だと思いますはい谷川選手ここまで連勝10連勝まで来ましたね、はい、来ましたねはい、はい、無傷の10連勝ということですねはい 2>,、えー、2号艇の、えー、岸選手は、はい、まあ、節感通しても安定していい足ですね、うん、はい。本人もあのレスポンスがいいのでレースがしやすい、うん、バランスが取れてどっちの足もいいですよというお話をいただいてますのではい おそらくかなりいい状態じゃないかなと思います、うん、はい、吉選手も今日の準,準優勝戦はね、もうきっちりと逃げ切ってはい、はい、駒を進めて、安定した走りでしたよねはい、はいえー、3号艇長嶋選手は、はいえー、本人はまあ足はいいけど、よく言えば出足と回った後の足が欲しいと、うん、で、まあいい感じには仕上がってきてますよっていう話なんですけども、はい、まあこの感じな中堅上位は十分ありそうかなと思います、うんうん、はい。 4号手、山川選手は、はい、まあ4日目ちょっと足落ちしていらっしゃったんですけども、うんはい、5日目、持ち直してこられていますので本人としてもペラ全然違う形に叩いて、うんはい、4日目より安心して乗れるようになりました、うん、伸びではちょっと分が悪いけど回り足はいい方だと思いますというコメントをいただいてます。はい えー、5号艇、えー、中須斗選手は、はいえー、だんだんと調整あってきてまあ中堅くらいに予約なったかなというふうに思いますもう4日目は良くなかった行き、えー、足から伸びが良くなっていますというお話です本部選手6、えー、号艇本部選手はですね、はい、まあ順位10レースで4コースから攻めて2着と 2>、うんうん、4日目船足、えー、上向いてからその状態をずっと、えー、悪くない状態で来られているかなと思います はい、まあ本人もえちょっとあの5日目、前半レ3連戦ちょっと下がってたので伸び型に変えてえと調整されたそうです、ターン周りは大丈夫だけどもう少し足欲しいかなというようなコメントをいただいてます、はいはい、本部選手も今日ね準優勝戦はスタートいって、あっ、まっくるかなってぐらいまで豪、はい、快な攻めをお見せていました。ということで、モーター評価としてはまあダントツ、谷川選手が8位。 ですね、はい、はい、まあ、そして岸選手、長島選手、山川選手と続いて、まあ、外枠二人が。まあ、評価的には、まあ、五という。はい、はい、評価ですね。はい、それでは、そのモーター評価も踏まえて、進入からお願いします。はい、えー、ここも進入は、ええー、枠なり三対三、一二三四五六だと思います。はい、進入枠なり三対三ですね。はい、それでは、本命フォーカスからお願いします。あ、本命は、もう一頭で2、二三四、二三四と、はいえー、考えてます。はい。 本命はもう一頭、谷川選手、谷川逃げて完全 V ということで、はいもうパーフェクト優勝がかかっていますので、もうご自身初って言われてましたので、そうですね。は決めるんじゃないかなと思いますすそうでね大村の水面も大好きってご本人おっしゃってたので、気合いも十分だと思います。 はい、まあそして二三着争いということで二号手三号手四号手の選手をは上、い、げています。はい、わ、はい、かりました。はい、それでは狙い目として、狙い目なんですけども、はい、まあえて谷川選手を外すとすればなんですけども、うんえー、岸選手を上げさせてもらいました。はいはい、岸選手ちょっとあのスタート力がありますので、うん、えっとスタートを決めさえすれば自在に攻めて、うん、もしかしたら谷川選手を抜いて二一二三。 という流2、1、2、3、流しという展開もあるかもしれないなということで、本当に穴として考えさせてもらってます。<laughs> そうですね、もう谷川選手が頭でない時点で、もう穴にもなるぐらい、谷川選手はちょっとまあ本命だけど、はい、まあ,あるとすればキス選手、キ、はい、スタート力、スピード構成で。う 上がって来られる可能性もあるなと思います,そうです、ね。まあ、ご本人は、あのもしあの差しに回ってもまあ、差し抜ける足はまあ、あるというふうなお言葉もあったようですし。し、うんうん、はいで、まあ2着に来としてはやっぱり谷川選手で。まあ、長嶋選手というところですかね。はい、はい、で3着は長しということで、まあ、本命と合わせて狙い目もぜひご注目していただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。 さあそれでは以上 G3 オールデリース競争優勝戦の展望でした皆さんぜひ船系の参考にしてください土井さんありがとうございましたありがとうございました